どうもこんにちは。今から始める、ヤタガラス青く第3回、クラッシュ、わからん殺しその2、はぁ始まるよ。前回の3キャラに比べると素直な技が多い残り8キャラですが、その中でも対処に知識が必要なものをまとめて紹介します。安易な連携にお仕置きできるよう、しっかり覚えていってください。それでは早速始めていきましょう。半蔵の EX 巻き蹴りは無敵技ですが、ガードした時に大きく距離が離れるため、反撃が難しいです。打ってくるのを読めた時は、ガードせずに前 BL から反撃しましょう。ジャダのみ BL 回数が1回多いので、気をつけましょう。ちなみに、敵自体はそこそこ大きいので、リーチが長く発生が早めの技ならガードした場合でも反撃可能です。半蔵のターゲットコンボは地上の相手に全部 IP が当たらないのですが、一部キャラは地上でも食らってしまいます。下のジャンプ攻撃も混ぜて撃たれるとかなり鬱陶しいです。タゲコンはしゃがめば当たらないため、他のジャンプ攻撃と両対応になる、しゃがみ上 DL 投げの対空で落としましょう。EX 烈義斬は暴月斬に派生できるのですが、暴月斬をガードしてしまうとひな有利になってしまいます。暴月斬を見てから喉に空中 DL ジャンプ攻撃、で反撃しましょう。体力4割ゲット。この連携は、中距離からの差し込みに使える上にガードしても反撃がないという厄介な連携です。しかも、ジャンプ消耗をガード DL や垂直 DL しても、その後の反撃が潰されることも多いです。また、ジャンプ強振コ演算とすると、めくりになります。キャラ別に対処法が違います。持ちキャラの対処法はしっかり覚えておきましょう。二つの連携の両方に対応できるキャラも存在します。対処法がないキャラは、BLBL かしゃがみ上 BL で反撃を狙いましょう。ショーデイズキックは、しゃがみガードや全体ガードしてしまうと反撃が難しくなります。立ちガードすれば反撃が入れやすくなります。立ち回りで前 DL しゃがみガードを置くのも有効です。以上で、今回の講座は終了となります。お疲れ様でした。次回からは、キャラ別解説編に入ります。初回はヤタガラス青くの主人公、ヒヌカン、コウ、の解説を予定しています。ここまでのご視聴、ありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。